東京キャラクターストリート東京キャラクターストリートは東京都千代田区の東京駅八重宿地川に立地する商業施設東京駅一番街の地下街エリアにあるキャラクターグッズ専門店街2008年3月8日に開店したテレビ局のキャラクターグッズショップウルトラマンやアライグマ、ラスカル、スヌーピーなどのキャラクターグッズ専門店 トミカやレゴの専門店など、キャラクターショップ33店が、約80メートルの通路を挟んでの木を連ねており、旅行客や親子連れ、キャラクター好きの若者などで賑わっている。なお、店舗数は2011年4月以前は14店、2011年7月のリニューアル時点では18店とカフェ1店、2013年12月初頭までは21店だった。テレビ局のショップはかつては、 日本放送協会、TBS テレビ、富士テレビジョンのみが出展していた。地下商店街エリアのリニューアルを機に、日本テレビ放送網、テレビ朝日、テレビ東京のグッズショップが加わり、NHK と民間放送在京キー局5社のショップが揃い、各テレビ局に足を運ぶことなく、東京のテレビ局土産が入手可能となった。なお、キー局5店舗については、 各系列曲制作の番組のグッズなども扱っている。また、東京キャラクターストリートには一番プラザというイベントスペースがある。テレビ番組やアニメーション映画の宣伝イベントなどが開催され、キャラクターの着ぐるみが登場するイベント、関連グッズの販売などが行われることがある。また、期間限定の店舗が設置されることもある。テレビ東京、TBS、 テレビ朝日のショップはかつては JFA に運営委託で営業しており、同社が2010年11月25日に倒産したため一時閉店した。テレビ東京のショップは同年12月10日、テレビ朝日のショップは12月21日、TBS のショップは12月29日に営業再開した。東京駅一番街には 東京キャラクターストリート区域外にもキャラクターショップが存在する。東京キャラクターストリートよりも南寄りにリラックマのキャラクターショップ、リラックマーストアがあったが、2011年7月のリニューアルに伴い、東京キャラクターストリートの中に移転している。東京土産を扱う店舗でも、ご当地、チョッパーマン等のキャラクターグッズが販売されている。2020年1月時点。 ありがとうございます。